非正規と正規雇用でどれほど婚姻率に差があるかということです。正規の方は約6割結婚できる。ところが非正規の方、15% 程度しか結婚できない。こういう実態になってるんですね。これですね、だから非正規をどう解消するか、若者の雇用をどう安定させるか、それから若者の収入をですね、どうやって将来見通しのあるものにしていくかということが、少子化では非常に大きな、私は取り組みになるというふうに思っています。一方でですね、非常に残念なことがあるんですが、総理の経済ブレーンというふうに言ってよいかもしれませんが、竹中平蔵ですよ、首を切れない社員なんて雇えないんですよ、普通。それで非正規というのをだん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 増やしていかざるを得なかった、まあ、こういうことをですね、竹中さんおっしゃってるんですが、総理、まずお伺いします。少子化対策を考える上でも、私は非正規を正規に転換すべきだというふうに思うんですが、総理のブレーンである竹中さんの言う通りですね、総理はこれから非正規を増やすという方向でしょうか、それとも非正規を増やすことは少子化のアクセルを踏むことになりますから、非正規を増やさない、なんとかしたいって、そういう思いをお持ちでしょうか。内閣総理大臣、菅義偉君。雇用を増やして、正規雇用を増やしたい、私の思いです。大阪誠二君。そうなんですね、それをやらないとですね、日本の少子化は私は止まらないと思ってます。お手元のこのグラフ、これを見ると、この間、終始一貫して非正規が増えているわけですね。これをなんとかしなければならないというふうに思います。そこで、総理、非正規を正規にする、あるいは賃金を上げる、これ、非常に大事なことなんですが、ところがですね、労働分配率見てもらいたいんです。お手元の資料。大企業の労働分配率は大体 50% 程度、要するに儲けのうち半分程度を人件費に回している。ところが小規模企業になると 76%、大体8割ぐらい人件費に回すわけですよ。だから総理が旗を振って、非正規を正規にしましょう、賃金上げましょうと言っても、大企業は内部留保もあるし、それはある一定程度できるかもしれない。ところが、小規模企業、中小企業は、労働分配率もこれぐらいの高さですから、最低賃金上げろ、人件費上げろって言ってもなかなか簡単にできない。だからこそ、政府の私は直接支援が必要だと思うんですね。直接支援、直接給付っていう手もあるでしょう。税金をなんとかするっていう手もあるでしょう。事業主に応援するっていう手もあるでしょう。とにかく若者を応援する、こういう政策を総理、やる必要があると思ってます。若者の職を安定させる、若者の収入を見通しあるものにする、そうすることをやらないと、この少子化で日本潰れちゃいますよ。総理、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。私の認識は全く一緒です。ですから私自身、何としても少子化対策をやりたいという中で、不妊治療の保険適用というものを掲げました。そうしたら、いろんな方から、これもあれもというご相談もいただきました。私ども知らない中で、いろんな問題が山積していることということも、不妊治療を保険適用にするということで、私の手元に来ています。まあ、これに少子化全体の対策を政府として決めますんで、そういう中でできるものはすべてやっていきたい、このように思います。大阪誠二君。総理、少子化対策がっちりやるということは非常にいいことだと思います。ただ、繰り返しますけれども、生まれた子どもへの対応対策、これをやることも重要ですけれども、望むのに結婚できない人の対策をやらない限りは、少子化対策は有効なものになりえないということですので、その認識をしっかり持っていただきたいと思います。それから若者に応援するってことはですね、実はいいことが非常に多いんです。一つは今言った通り、結婚しやすい環境を作る、少子化にプラスになる。もう一つは若者は、基本的に収入が少ない若者に、例えば50万円年収増やしたとすれば、その50万円を使うわけですよ。限界消費性向が高いという言い方をしますが、消費に回る、経済にすぐ若者を応援したお金は回るんですね。収入が多い人、年収1億の人に50万円増やしても、それは消費には回らないということですね。だから、限界消費性向の高い若者を応援する、それともう一点いいことがある、若者を応援して所得が増えると、社会保障の基盤が安定化するんです。そうすればこれは全世代にとってプラスなんです。高齢者の皆さんにとってもプラスなので、ぜひ総理、あらゆる手段を使って若者を応援する、このことをですね、しっかり決断をしていただきたいと思います。いかがですか。
内閣総理大臣、菅義偉君。そのこともぜひやり遂げたいと思います。それで、私自身、最低賃金引き上げというものを政策の大きな柱に掲げています。そうした中で非正規雇用の若者の正社員の化の支援、こうしたことの中で、安定就労に向けて就職支援だとか、職場定着だとか、いろんなこの若者対策ということも、しっかり政府として取り組んでいきたいと思います。大阪誠二君。ぜひ総理、よろしくお願いします。これやらないと、本当に日本はですね、全世代にとって大変なことになる、地域も大変なことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。それで、冒頭に質問した原発の問題、もう一回戻りたいんですが、原子力発電所、総理は安全を最優先にして、原発政策を進めるというふうにおっしゃっておりますが、日本の原発には致命的な欠陥があります。それは何か、避難計画が作れないってことなんです。なぜ避難計画が作れないか、2011年の 3.11 発生する前まで、日本の原発は事故が起きないことを前提にして建ててきたわけですよ。例えば、我が国の原子力発電所等につきましては、環境に放射能物質が大量に放出されるというような事故が発生することは、技術的に考えられない、これ、1992年の予算委員会での答弁、政府の答弁。累次こういう答弁をしてるんです。だからですね、日本の原発は事故が起きないから、避難計画も十分に作らない、そういう中でこの間来ているわけです。私の地元もそうです。目の前に大間原発があります。大間原発があるけれども、函館市民が逃げられるような計画なんてないんですよ。そういうことをやるっていうプロセスもないんですよ。だからですね、総理は原発を推進したい、安全を最優先にって言うんですけれども、今の日本の原発っていうのは、大きなスタジアムの中で非常口がない。非常口がない中で、野球やサッカーを見ている、もし万が一何かあったときに非常口がないから、5万人も10万人も、例えば私の函館で言うならば、30万近い人たちが逃げられない、こういう状況になってるんですね。こんな原発は稼働させてはいけないというふうに思うんですが、総理、いかがでしょうか。経済産業大臣、梶山弘君。2011年の3月11日の事故の教訓を生かしながら、実効性のある避難計画というものを立てていかなければならないと思っております。以前とはの考え方により安全性というものを入れながら、何が障害になるのかということも含めて、その解消を図ってまいりたいと思っております。大阪誠二君。実はですね、総理、世耕経産大臣はですね、避難計画が十分に機能しないというような場合では、原発については実質的に再稼働しないって言ってるんですよ。総理、いかがですか、その点。内閣総理大臣、菅義偉君。我が国においてしっかりとした避難計画がない中で、再稼働が実態として進むことはない、そういうふうに思います。大阪誠二君。それじゃあ、総理、もう一点ご決断ください。要するに、きちんとした避難計画がないものについては、実態として再稼働が進まないということであれば、その原発は原発として維持している意味がないんですよ。だったら、そういう原発を廃止する、そういうご判断をすべきではないですか。実質として稼働させないんであれば、稼働させることを前提にして維持をするなんていうことは、無駄以外の何物でもない。だから、総理がもし原発の安全性を最優先にして、原発政策進めるっていうんなら、避難計画が作れるかどうか、そこのところをしっかり検討した上で、避難計画が作れないものについては原発を止める、廃止する、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。いや、私は申し上げたことに尽きると思います。我が国においてはしっかりとした避難計画がない中で、再稼働が実態として進むことはないということです。大阪誠二君。一歩前進、総理の口から避難計画が作れないということは、再稼働が進まないということは一歩前進だと思いますが、であるならば、廃止をするというのは私は筋だと思います。以上申し上げて終わりたいと思います。この際、後藤祐一君から関連質疑の申し入れがある。